てめえやってるだろうが。俺の名前は青林貴夫。今回も執念で犯人を追い詰めたな。お見事だ。いえ、国民のためです。戦時中に活躍した静岡県警の名刑事だ。目をつけた星は必ずあげる。見つけた。どんな凶悪犯も俺から逃げることはできない。お手柄ですよ、青林君。ありがとうございます。表彰だって500回以上受けている。犯人逮捕はさぞかし大変だろうって。わけないさ。白でも黒にしちまえばいいんだ。証拠は作りゃいい。自供は剥がせりゃいい。アリバイは崩すものなんだよ。まずは犯人らしきやつを別件逮捕する。だから何度も言ってるでしょ、俺はやってないですって。なんだとこれ。容疑者が無実を訴えようものなら無理やり自供へ持っていく。拷問ってな。まずは挨拶代わりに容疑者の顔面を握り拳で30発ぐらい殴る。まあこれぐらいじゃあかんわな。続いては容疑者を床に座らせ複数で蹴り続ける。お前がやってんだろ。いい加減拍手しろ。やってません。やってないんです。この時点でわかる。やってないかもなーと。まあでも関係ない。さらに手や耳に焼けた火箸を押し付ける。やあ、粘るんじゃねえよ。死にてえのか。しぶとい野郎にはとことんやる。心をへし折るんだ。ベンジは取り調べ室にバケツを持ってきてそこでさせる。トイレ行かせてください。これにしろ。そんな。こうやって人間の尊厳を徹底的に打ち砕く。人ってのは排泄を見られるのが異様にストレスなんだ。くせえな、てめえはよ。ああ、再確認だが、こいつはまだ別件で無理やり捕まえただけの容疑者だ。私がやりました。やってんじゃねえか、この極悪人がよ。本人がやったって言うんだから間違いないよな。犯人検挙一丁上がりだ。時には炎天下の中1日12時間もの取り調べを行うこともある。お願いだ、水をくれ。水？受教したらたっぷり飲ませてやるからよ。染み渡るぞ。水分を奪うと人間ってのはもろいんだ。もちろん取り調べ時間以外でも追い込む。ああ、眠れない。お勘弁してくれ。規制を発する囚人の隣の部屋に収容し、一晩中寝かせなかったこともある。こちらが先に遺体などを発見していた場合、あの事件の被害者だな。はい、容疑者の名前は挙がっています。てめえやってんだろうが。私は知らない。何の話だ。まずはこいつっぽいってやつを捕まえて、誘導尋問で自供させるテクニックもある。遺体の隠し場所はどこだ。指し示す。ここです。違うよな。もっと東だよな。また痛い目に遭いたいのか。え、犯行時刻にアリバイのあるやつには。被害者宅の時計が犯行時間で止まっており、その時間容疑者は別の場所でバイトしていたようで。なら被害者の家の針進めとき。時間を操作してアリバイを崩した。こうして白を無理やり黒にするってわけだ。こんな風に自供を無理やりでっち上げ、難事件を解決へと導く。これが俺のやり方だ。私がやりました。よし、犯人しか知り得ない証言の確保だ。こうして俺は静岡県警のエースへとのし上がっていった。ちなみに拷問をする人間と調書を取る人間は完璧に使い分けている。分業することによって部下も冤罪なのか何なのか分からなくなるんだよ。なぜ冤罪をでっち上げるのかだと。さすが青林さんだな。あの人に解決できない事件はないよ。県警のエース。気分がいいんだよ、この立ち位置は。名声が欲しいんだよ。ああそうだ、真犯人から頼まれて金を受け取ったこともあったっけな。刑事さん、これでどうか頼みます。任せとけ。お前は今日からシロだ。こういう時は人間はいくらでも払うんだ。しかし俺の捜査方法に疑問を持つ者がいた。俺の部下の山岸という巡査だ。山岸は法廷で俺の違法捜査及び収賄の事実を訴えたどころか、新聞社に垂れ込みまでしやがった。自白は拷問によるもので、供述調書も全て捏造です。上層部はそれを知っているのですか。はい、組織ぐるみの犯行です。俺は県警のエースだ。上の人間だって責任がある。無視はできない。山岸をひねりつぶしましょう。皆さんのお立場も危うくなります。確かにそうだな。しかし確か彼は妄想癖があったんじゃないか。内部告発した山岸をはめる作戦を練った。
そして法廷で山岸の人格否定を行い、山岸くんの述べていることは全て妄想です。そんな、間違っているのはあんたらだ。妄想性痴呆症の診断結果を取り付け、山岸を懲戒免職に追い込んだのだ。その後山岸の自宅は何者かに放火されたらしい。我が家が。あなた。これは俺の関連ではなく、誰がやったんだか見当がつかなかった。そこで俺は放火犯として山岸の息子を連行。もうダメだ、腹が減って意識が。ほら、ここにカツ丼がある。自供すれば食わせてやるぞ。俺がやりました。飯を与えないやり方で無理やり放火を自供させた。こうして俺は拷問と違法捜査により見せかけの逮捕歴を強引に積み上げていった。だが本件は無罪無罪無罪。俺の扱った事件が次々と無罪判決を勝ち取ると、拷問で無理やり自供させたんだっていう。これだから警察は信用できないのよね。これまでの違法捜査が世間や警察内部でも問題視されるようになって、俺はその後派出所へと左遷され、あまりの罵詈雑言に署にいられなくなり警察を辞職した。やっぱり警官は俺の天職だったのかな。退職2ヶ月後俺は脳出血で急死したよ。学があった。我欲のために国家の権力を用い、拷問を繰り返すゲスも存在する。ましてや無実の人を犯罪者に仕立て上げるなど言語道断。現代にいたなら私がほふっていただろう。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。